スティーブン・ガーサー・ピンカーは、カナダ・モントリオール生まれのアメリカ合衆国の実験心理学者、認知心理学者。2009年現在は、ハーバード大学で心理学教授を務めており、大衆向け科学書を数多く執筆している。専門分野は、視覚的認知能力と子供の言語能力の発達である。 ノーム・チョムスキーの生成文法の影響を受け、脳機能としての言語能力や言語獲得の問題について研究し、著作を発表している。言語が自然選択によって形作られた本能あるいは生物学的適応であるという概念を大衆化したことでよく知られている。この点では、言語能力が他の適応の副産物であると考えるチョムスキーや、 その他の人々と対立する。ザ・ランゲージ・インスティンクト、ハウ・ザ・マインド・ワークス、ワーズ・アンド・ルールズ、ザ・ブランクス・レイト、ザ・スタッフ・オブ・ソートは、数多くの賞を受賞し、いずれもベストセラーになった。特に、心の仕組みと、人間の本性を考えるは、ピューリツァー賞の最終候補になった。また、2004年には、ベータイム誌の、最も影響力のある100人に選ばれた。 2005年には、プロスペクト誌、フォーリンポリシー市で、知識人、トップ100人のうち1人に選ばれた。カナダの中流のユダヤ人の家に生まれた。父親は、法律家として、教育を受けたが、訪問販売員として働いていた。母親は最初は主婦、その後は、学生指導カウンセラー、高校の副校長となった。子供時代は、文化的ユダヤ人、 カルチュラル11種であったという、後に無心論に転向した。また子供の頃は、1969年に市民暴動と警察の衝突を目撃するまで無政府主義者だった。1973年にモントリオールの同村カレッジを卒業した。1976年にマギル大学で実験心理学の学士を、1979年に ハーバード大学で博士号を取得した。一年間マサチューセッツ工科大学で研究を行った後、ハーバードとスタンフォード大学で助教授となった。1982年から2003年まで MIT の脳を認知科学科で教え、その間に認知神経科学センターのセンター長になった。またこの時期の間に一年間、 カリフォルニア大学サンタバーバラ校でサバティカルを送っている。2005年1月に数学と科学的能力の精査について発言をし多くの人々の怒りを買ったハーバードの学長ローレンス・サマーズを弁護した。2006年3月にはアメリカヒューマニスト協会から人類の進化の理解の普及に対してヒューマニスト・オブ・ザ・ヤー賞を受賞した。前がり、 弟はカナダ政府の政策アナリストである。妹スーザン・ピンカーは教育心理学者で作家である。1980年にナンシー・エトコフと結婚し1992年に離婚した。その後、イラビニール・サビアと結婚し再び離婚した。現在の妻は哲学者、小説家レベッカ・ゴールドスタインである。ピンカーは 子供がどのように言語を獲得するか、及び、チョムスキーの性徳的な心的能力としての言語の研究について大衆向けに書いた言語を生み出す本能でよく知られている。またピンカーは、進化的に発達した言語モジュールを提案したが、この主張は目下議論が継続中である。さらに、彼は人間の多くの精神的構造が適用であると提案する。この点で、 チョムスキーとピンカーの立場は異なる。また進化に関する論争においてピンカーはダニエル・デネット、リチャード・ドーキンスの主要な同盟者である。彼は人の精神を我々の祖先が高ミオに直面した問題を乗り越えるために専門化された人揃いのツールを備えたアーミーナイフのようなものだと考える進化心理学の伝統に従っている。 ピンカーと他の進化心理学者はこのツールが他の機関と同じように自然選択によって形作られたと考えている。ピンカーはこの視点を心の仕組みと人間の本性を考えるで一般向けに論じた。言語を生み出す本能はジェフリー・サンプソンのザ・ランゲージ・イン・スティンクとディベートで批判された。マイケル・トマセロも有力な批判者の一人である。 また彼の理論を支える、正徳主義の過程は、ジェフリー・エルマンの、認知発達と正徳性で批判された。ありがとうございます。